僕は友達を作るんだ、うんうん、社会の中で頭が良くなくても、はい、いっぱい仲間を作って見返してやるんだっていうのが根底にあったと思います。なるほどね。オンリーワンチャンネル、はい、オンリーワンチャンネル始まりました。大中です。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。このチャンネルはですね、まあ、社長様、経営者様、そしてオンリーワンの方、そういった方々をインタビューリレーションという形でね、ご紹介させていただいておりまして、その中で伺っているのが、覚悟の瞬間、そしてパワーソング、そしてオンリーワン、はい、そういったものを伺いながら、人となりをね、ご紹介させていただいているわけなんですが、今日はですね、はい、まあ、先に言ってしまいますと、はい、同じ誕生日なんですよ。え？そうなんですか？はい。いやそうなんですよ。だからもうね、何かのね、シナジーを感じてるなと思いながら、伺わせて。そうだったんですね。そうなんですよ。お兄ちゃん。ありがとうございます。はい。まあ、ということでございまして、なかなかお会いしないんですよね。そうですね。6月1日生まれていそうでいないんで。でも結構有名な方だったので、はい。じゃあ、才能ありますよ。いや、お互いに。はい。まあまあ、ということでね、ご紹介させてください。こちらですね、ジュンワンネスという、はい、太鼓式マッサージですね。はい。の、そちらのセラピストでいらっしゃいます、はい、富山純一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんですよ。はびっくりしました。純ワンネスも結局、はい、純一がお客さんとワンネスになるっていう意味でやったんですよ。先に言っちゃった。これね、それ聞こうと思ったのに。でもそういう意味合いなんですね。はい、あ、素晴らしい。まあ、ワンって入ってたから、もしかしたら誕生日も入ってるのかなとちょっと思っていながら、まあというところでございましたけど、まあじゃあ、そんな中で、実はもう最初に言ってしまいますけど、はい、小山さんはもう、オンリーワンなんですよね。他の人が全然やってない、まあ、いわゆる施術というか、はい、っていう形でやられてるっていう話を聞いてるので、はい、どういうことをやってるのかっていうところをちょっと教えていただいていいですか？ですね、はい、まあ、表面的にはですね、うん、太鼓式マッサージと、うん、あとはまあもういろんなところの知り合いとのいいとこ取りの整体と、うん、あとはそのヒーリングですね。まあ、霊気ヒーリングっていうのが主体なんですけども、はいはいはい、いろいろ、祈祷師さんとか、うん、ヒーラーとかっていうので合宿をして、うん、そういうの中のまたそこもいいとこ取りをして、うん、心と、体を、うん、こう一緒になって変えていくっていうことを、うんうんうん、まあやってます。なるほど。まあ、実際あれですよね、まあ、いわゆる マッサージというかそういったものを受けただけでは、はい、どちらかというとその体の部分だけのケアっていうか、はい、っていうところじゃないですか、はい、でもそこよりもウェイトかけてるのが心の部分なんですよね。はい、そうですね。そこの部分をぜひ、はい、ですね、まあ、例えば心って言ったら大体怒りだとか、うんうん、悲しみっていうのがすごい体に緊張するわけですよね。で、その緊張が体のどっかの部分に出てくるわけですね。例えば肝臓は怒りの臓器とか言われたり、精神が病んだら胃潰瘍になったり、潤症潰瘍になったり、すべてその精神の緊張が体のどっかにあるっていうことですね。で、あとは、やっぱりその遺伝子の記憶っていうのをすごく考えるんですけど、先祖代々、遺伝子を追ってったらそこの記憶の中で良かったこと、悲しかったこと、騙されたこと、すごい苦しんだこと、楽しかったこと、成功したことっていうのが体の中の記憶にあるわけですよ。なるほど。それが筋肉の強さになったり弱さになったり出てくるので、うん、そこを含めて本人を見てそれで施術をしていくっていうことなんで、そこの部分が多分自分で、うん、ずっと追求してきた部分なんでオンリーワンになるのかなと自分では思っております。ありがとうございます、はい。まあ、お客様の声とかそういったものもいただいたと書かれてるところを見ましたけど、はい、なんですかね、深度深さですね、はい、っていうのがすごく感じられましたっていうお声がすごく多かったように私は思い受けられるんですけど、はい、なんていうのかな、1回の、まあ、もちろんこう、ね、続けてやっていくことにももちろん意味があるんでしょうけど、はい、1回1回のそのボリュームというか深さというか、はい、わ、それはもうすごいなってやっぱお話いっぱいありますけど、ありがとうございます。どうでしょう、はい、そこの部分は、まあ、人によってこれはもう全然違いますし、うん、オンリーワンなんで人も人生違うんでその人に合わせて、うん、やっていくんで、はいはいはい、深さっていうのがどこまでかっていうのは自分では分かんないんですけど、とにかくその時に感じたことで、体を触った時に感じたことを全てその人がそこから解放されて良くなる方向性は何なんだろうっていうのを常に追求して、で書いていただくっていうことを、まあ自分の中ではまあどっちかっていうとオリンピックで言ったら柔道家みたいに一つ一つ勝負で、でその人の体と自分が勝負して勝っていくっていうような、そんな気持ちで向かわせていただいているので、
まあ、あの一人そのお坊さんでいるんですけども、はいはいはい、あの自分のお経よりも遠山さんの施術の方が集中力があって、うん、いつも帰りに自分のお経をもっと、うん、あの清めなきゃいけないなっていう風に言ってくれるような人もいますね。なるほどね。オンリーワンチャンネル。まあ、まあじゃあそんな中の、あの、まあ、いわゆるその覚悟の瞬間01っていうところなんですけど、はい、まあ、あれですよね、こうちょっとあの若くしてというか、ちょっとご病気になられてみたいな、はい、まあ、そんな話からだと思うんですが、そこを教えていただけますか。はい、ですね、39歳の時に脳梗塞になってまして、まあ、それまではですね、もう出世のことしか考えてなくて、俺が出世すればいいんだみたいな、でもう休みもなく、はい、で朝大体帰るのが4時半から5時。朝、うんうん、で9時にはもう出勤して、うん、でその時にのし上がりたいと思ってたんで、はいはい、営業マネージャーをやってたんですけど、うん、11時までは営業して、はいはい、11時からは役員の支店長のお付きみたいな形で、うん、今度役員のお客さんと会えるんですよ。でみんなからはお前そんなことしたら体壊すよって言われたんですけど、うん、僕は役員のお客さんに会えるってことは、うん、自分のレベルより高いお客さんに会えるじゃないですか。それはこれはこの人と知ったらのし上がれるぞ、うん、あの有名な人と会ったらのし上がれるぞっていうような気持ちでやってたんですけど、うん、やっぱりその無理が来たっていうか、うん、で病は気からなんて思ってたんですけど、うん、やっぱり脳梗塞になってしまったっていうところが原因で、うん、でその時に思ったのは、あのまあ子供3人いたし、まあちょっと離婚してしまったんですけど、うん、39で子供3人がちっちゃいので、これはこのままの生き方じゃダメだっていうのと、うん、あとはやっぱ人の2倍3倍営業するから絶対にのし上がれると思ってきたんで、うん、頑張って生きてきて倒れたってことはどうやって生きていいんだろうっていうことで、うん、もう真っ暗になっちゃったんですよね、はい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 、でその時にやっぱ心を変えないと、うん、ね、実際心が行動を変えるわけですから、うん、心を変えないとダメだと思って、うん、もう怪しいスピリチュアルをもういろんなところに行きまして祈祷師からさっきのヒーラーから、うん、あの天使に出会う人から、うん、神に出会う人から、うん、あの高野山も行ったし、はい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 、いろんな山登ったりして、うん、まあ本当にですね、形を変えたり味を変えたり風を起こしたりっていう人たちはいっぱいいるんですけども、うん、じゃあその時に感動しても継続っていうのがすごく難しくて、はいはい、やっぱりその時にあの感動や感謝はできるんですけど、うん、それが継続っていうのが一番難しいなと思ってて、うん、そこの部分の継続をあのできるなと思った時にやっぱり僕の中では修験道だったっていうのはあります。なるほど、はい、じゃあそこに出会えたからこそまあ今があるというところなんでしょうけど、 その一つ前の話でなんでそんなに頑張ろうも仕上がろうって思ったんですか。やっぱかっこいいと思ったんですね。で、あの頃バブル時代なんで、六本木でベンツ乗って、うんうんうん、で、もう、あの人知ってる、もう、その、うんうん、ね、うん、六本木に来るようなとか、銀座に来るような社長さんたちと、みんなネットワークを持ってて、はいはいはい、そこの中で自分もベンツに乗って、その人たちと交えて、俺はすごいんだぞってやりたかったんですよね。それってなんか幼少期の頃に何かあったんですか。そこになんか自分の身を置きたいってなんか思ったことって、やっぱ両親が教員だったっていうのは強いでしょうね。トラウマだったって、はいはいはい、はい、で姉貴は教員の娘として、はい、まあ優秀だったんですよ。で今度昔ですから、うん、もう学校の噂になるわけです、はいはい、今度弟が来るぞって、うんうん、遠山家の弟が来るぞってまた優秀だろうと思ったらお前は教師の息子に限ってっていうガキ大将だなって言って、うん、もうそこでレッテル貼られて、うん、であとは親戚中がもう東大の教師さんとかで、うん、小学校時代通信簿見せに行ったんです。でもみんな5と4しかないですよ、うん、僕3があったために見せられないですよ、うん、それだけでも正月が嫌で、うん、でそしたらやっぱ頭じゃなくって、うん、僕は友達を作るんだ、うん、社会の中で頭が良くなくても、はい、いっぱい仲間を作って見返してやるんだっていうのが根底にあったと思います。なるほどね、まあ、それがまあまあその社会人になった時に、まあ、いわゆる自分より上の人とか、はい、まあ、そういった人たちのいわゆるネットワークを作って、その人脈でなんかまあ戦うじゃないけど、はい、そういう感覚になったってことなんですね。そうですね、でも実際それって今でも生きてるんじゃないですか、その人脈っていう意味ではね。いや、あのですね、うん、
ほとんどもう縁が切れましたね。あ、そうなんですね、はい、もうそれは何故にというやっぱりそのスピリチュアルやって自分を磨いていくときに、やっぱもう昔尊敬してた人がもうどんどん崩れてるんですよね、はいはいはい、バブル時代ので結局その時はいいこと言うし成功してれば言うこと全部素晴らしいんですよ、うんうん、あの人は素晴らしいって、うんうん、人の心も分かるって成功してれば ね、うんうん、でよくいろんな社長さんと出会うんですけども、うん、引き寄せの北前じゃないですよ、うん、与えれば帰ってくる、はいはいはい、与えれば帰ってくるっていう、うんうん、ほとんどの社長さんが帰ってくることを目的にして与えてるわけですよ、はいはい、もうそれが見えちゃうわけですよ、うんはい、そしたら戻ってくることで与えてるから皆さん一回は法則で帰ってくるんだけど、はいはいはい、自分に来るからまた出てっちゃうんですよ。あ、なるほどなるほど。だからすごい社長さんみんな崩れてるじゃないですか。だから本当に、まあ、稲森さんなんかは本当にやっぱり、うん、なんていうかな、与え続けてるというか、はいはいはい、リーダーの本質は、うん、思いやりって、はいはい、いろんな才能は必要だけど思いやりっていうことで、うん、本当に与えるっていうことにやっぱ主を置いてるけども、ほとんどの人が僕も含めてですけど、うん、与えてるって言いながらも見返りを期待してるっていう、はいはいはい、でそれをやっぱり僕の中でもいっぱいあるし、うん、でその人たちとやっぱりいるところなんかこう別に権利とやっぱり権利とお金は大切なんですけども、うん、それ以上に心を優先できるかどうかっていう、やっぱり権利とお金でこっちが幸せと思うじゃない、肉体の幸せだけども社長さんたちでも家族はボロボロとかいっぱいいるじゃないですか、うん、その時にお金は大切、権利も大切、力も大切、強さも大切だけど、それ以上に心を優先できるかどうかって言った時に、はい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 、やっぱ過去の自分が俺様だったんで、うん、俺様の人たちなんで、うん、一回もそういう人たちと縁を切らないと自分が作っていけないなっていうのはすごくあるので、昔は異業種交流会とか行って名刺配っての大好きだったんですけど、今はもう苦手ぐらいになっちゃいましたね。そうなんですね、はい、まあ、でもそこにこう決断できた強さみたいなものも遠山さんの、まあ、本当に良さなんじゃないかなと僕はやっぱ思ったりもしますけどね。 ありがとうございます。いや、すごいな。オンリーワンチャンネル。まあまあ、じゃあその中でちょっとここで一回ブレイクさせてもらいたいので、はい、パワーソングです、はい、を行きたいかと思いますが、何で行きますか。パワーソング、あんまり音楽は聞かないんですけども、はい、うんうんうん、やっぱなんかこうね、そうやって脳梗塞になるまで戦いってきたんで、うん、意外と宮崎駿の、音楽は結構、また意外なとこ行きますね。もののけ姫も好きだし、千と千尋とか、はいはい、なんかこうね、うん、映像と音楽が来た時に、やっぱ涙が出てくる。うん、で、まあ宮崎駿さんのっていうのはこう、なんていうかな、正しい正しくないというよりも、うん、なんていうかな、光と闇があって、はい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 、なんか善も悪もなく、うん、そのものっていうのが、うん、でそこに心を打たれるみたいなところがあって、そこに最後に音楽が、はいはい、何でしたっけ、あ、寺葵、はい、あ、手嶋葵さん、田島、うん、は一時聞いてました。あ、ゲド戦記のね、ゲド戦記のね、はい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 、あ、そうなんだ、はい、まあでもそういうところがなんかこう全部なんか今合わさってきて、まあ、そこの曲にも届くでしょうし、はい、なんか自分のその気持ちというかマインドにもこう、はい、通じるというか、はい、そういった流れがやっぱりあるんですね、やっぱりね。そうですね、やっぱなんかね、うん、強がってきたっていうことは奥に弱さがある、はい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 、弱いからよく強がるっていうじゃないですか、はいはい、でそれをやってきたなっていうのを気づいちゃって脳梗塞になって、はい、うん、俺は強いと思って、気合だ、やれるんだと思ってたのが、お前は弱いから突っ張ってきたんだと思った時にはもうめちゃくちゃ落ち込みましたね。まあでもそれがもしかして目から鱗っていうかね、なんかこう自分のこう身が剥がれたというか、自由な本当のなんか自分みたいなものに出会えたみたいなところなんでしょうね。だからなんか戦いたくないから戦ってたみたいなところが、自分が弱いから相手をと戦って自分が優先になったら安心できるじゃないですか、はいはいはい、そのためになんか出世も戦ってたっていうのは脳梗塞を感じたことかもしれません、うん、まあ、もしかしたらそれがきっかけだったのかもしれませんね。そうですね、まあ、僕の人生は脳梗塞ぐらいなんないと変われなかったので、いやでもすいません、それもすごいことだと思いますけどね。